うちの企業理念というのは、社会的芸術性と個人の生活空間をプロデュースすると。どういうことかと言いますと、住宅というのは一度建つと、ね、20年、30年、その地域に建ち続けるものですから、その建ち続けた住宅というのは、ね、やっぱりたくさんの人が見るという意味では、ね、公共の芸術品であるというふうに住宅を都市は位置づけておりまして、ただ公共の芸術性だけで、ねはいけないというのは、やっぱり住まれる方が、ね、住みやすい家じゃないと、意味がないわけですから、公共の芸術性と個人の生活空間、やっぱ住みやすい家、その両方を兼ね備えた住宅をプロデュースすることが私たちの使命であるというところが当社の企業理念でありまして、そういう家を作ることがね、従業員の目標であると、会社の目標であると、日々ね、次作る住宅が自分にとって最高の商品であると、ここで満足してはいけないっていうのはね、全員の意識であって、次にチャレンジする、いつもねチャレンジする気持ちを大切にしてますね。当社のやっぱり住宅の大きな特徴っていうのは、オンリーワンの家作りですから、買われる方は一家族なんですね。供給する側にしてみればね、たくさんのお客さんのうちの一人かもしれませんけど、買う人にしてみれば一緒に一度の買い物ですのでね、やっぱりそのお客さんのための一個一個の家作り、オンリーワンの家を提供するっていうことを第一に考えておりまして、ですから、昨年なんか約800棟ほど供給しているわけなんですけど、800棟すべてがね、同じ間取りがない、同じデザインがない、同じコンセプトがないっていう、すべての現場において違うコンセプト、違う間取りを、そのお客さん、買われるお客さんのことを考えて想像して、ね、その地域に合った家づくりっていうのをやることによって、お客さんの喜びにつながるのかなというふうに考えています。